ちは、石橋楽器渋谷インスト店の、安藤と申します。よろしくお願いします。サックスプレイヤーの菅野博さんです。どうも。イエーイ。どうも。今、YAS280 からですね、380、480、62と、素晴らしい演奏をしていただいたんですけども、あらかじめまあ、楽器のですね、息に対する反応とか、ダイナミクスレンジとか、キータッチの感じとか、ジャズっぽい感じでいけますかねみたいなお話を最初にして、吹いていただいたんですけど、まずこの、一番レンジで言うと、はい、エントリーレンジっていう感じなんですが、エントリーグレード280吹いていただいて、まあ、どんな感じだったかというか、まあ、これ見ていただいている方はこうジャズっぽい音みたいなのに憧れがあると思うんですけど、そんな感じで言うと印象的にはどんな感じでした？もうこれはもうサックスで サックスがサックスであるための要素がもう基本的な要素がもう全部詰まってる状態だと思いますね。もうで個人的にはこの J ガードっていうのが懐かしい気分にさせてくれると。なぜならば僕が最初に手にしたサックスは YAS32J ガードだったんですよ。で62の初代とかも J ガードとかで結構 J ガードって懐かしい気持ちにさせてくれる。でこれがある分割と低音がずっしりしてるような印象ですね。だからこの一番最初のエントリーモデルでありながらもこうずっしり感を持っているものなので、もう何にも違和感なく吹くことができましたね。吹きやすいなとおっしゃってましたけど。そうですね。もう吹きやすい感じになります。うん、いいと思います。軽い感じなんですか？軽いでもそんな大きな差はないと思うんですけど、吹いた感じちょっと軽く感じはします、ね。その軽さが良いのかもしれないです。例えばこう女性の方とかで、ちょっとこう肺活量がまだこう、ワッと出すのに慣れてない方とかでも吹きやすい。そうですね、とても吹きやすく、いいと思います。いいと思います。はい。じゃあ次、これの一つ上にありますね、380。はい。これはどうですかね、息に対する反応とか、280と比べてこう何がいいのかとか、何が違うとか。はい。はい。これは先ほど話した J ガードがなくなった分、なんかちょっと見た目的にはスッキリした感じになってるんですけども、あとちょこっとなんかがっしりした感じですよね。やっぱりちょっと強く吹き込んでもそれに対応できるものになってるような感じがします。で、見た感じやっぱここスッキリした分、こっちの方がもしかしたら軽く感じるのかなっていう印象はありますね。そんな感じでしょうか。割とこう、まあ、480と62とさっき聞かせていただいたんですけど、まあ、この2つは結構ちょっとすっきりめな音色なのかなっていう感じはありましたね。そうですね。スマートになってる感じがあるというか、はい、はい。で、次が480。これは先ほど吹かれてる間に、あ、やっぱこっからちょっとぐっと変わってきますねみたいなお話されてましたけど、はい、どうですか？まあ、大まかな見た目ではこれも、ね、380と
同じような感じのここら辺のガードの作りなんですけども、あと細かいところはいろいろあるんですけれども、まあ大まかには言うとここネックのところですよね。480はカスタムネックを使うことができるということですよね。でそれに対応したこのネック受けの形になっているということなので、うん、もう一気になんかグレードが上がったような感じを受けますね。でやっぱりこの380と480の間に何か大きな違いがあるかなと思います。ほんで僕はこれにカスタムネックとかをつけて拭いたりするのがまあ面白いかなと思いますね。ヤマハのネック、まあ、カスタムネックに関しては本当それだけで一つ動画を菅野さんにやっていただきたいぐらいあのだいぶ追求されているんです。またちょっと機会があったら どうしてもやりたいなっていう感じがあります。はい、はい、で一応これでヤマハさん的には、まあ、ここまでがスタンダードモデルで、62になるとプロフェッショナルモデルっていう感じになるんですけど、吹いていただいて、はい、まあ、今回剪定品も作ってもらったりしたんですけど、剪定もしていただいたんですけど、まあ、あの外野で聞いてる限りではやっぱりちょっとワンランク、ツーランクぐらいの上の音色だなっていう感じは聞き手の方がしたんですけど、吹いてる感じだとどうかと思います。あ、やっぱりその差はすごく感じますね、うん、もう細かいところがいろいろと改良されているので、それでうまくこうグレードアップしてされてるっていう、緻密な計算のもとにグレードアップされてるという感じがします。これ62と48は欲しいですねこれのどちらかを、はい、あの聞いてると、まあ、さっき私があのすっきりした音色みたいな感じで言ったんですけど、まあ、倍音がすごいいっぱい出てるのかどうなのかあれなんですけど、だいぶこう膨らみがある、あと雑味もこう、まあ、菅野さんのスタイルっていうのもあるんですけど、すごいうわーっていうのがかっこいい音色が出てたのはやっぱり62が一番かなと思ったんですけど、なんかやっぱり自分が今使っているのが 82Z なので、やっぱりそれに一番近い感じはやっぱこれかもしれないですね、おすすめな感じですか。はい、もうなんか安心してられます、いろいろとこうバネとかも、ね、2ドルです、ね、そうですね、はい、で480は、はい、ステンレスの、うん、向こう3本はステンレスのバネとか、はい、でもステンレスの感じも悪くはないんですけどね、本当は。違いってどんな感じですか。違いは何だろう、ちょっとした感触はの差はありますね、触ってて、でもなんかあのニードルの方が強そうなイメージイメージもあのネックはカスタムネックにいろいろ書いていけるので、そうですね、そこもまた本当に楽しみ、楽しめるところですね。あと 82Z にはないこの譜面台のこれ、あ、はい、これ何気にあの480もこっちみんなついてるんですけれども、これが一部の間であるとないとで音の鳴りが違うんじゃないかな。だからこれだけをわざわざ 82Z につけようか迷ってる人とかいます。マニアックな感じですね。そうですね、
応あのセッティングというかですね、あの、まあ、さっきネックの話も出ましたけど、割とこうよく言われるの口元に近い部分から出音に影響するみたいなことで、まあ、菅野さんもあのいろいろ多分マウスピースを変えたりとかリガチャを変えたりとかいろいろあってばご自身のサウンド作られてると思うんですけど、今回あの皆さん見ていただいたのはですね、無理を言ってあのどこでも手に入るというか、ダダリオのセレクトジャズの D5M ですね、普通にうちに売ってるやつと、リガチャワの革のやつのロブナーっていうやつ、それをですね無理を言って使ってもらいまして、それでも、まあ、これだけの音色が出ますよっていうところをちょっと皆さんに見ていただきたくて、やっていただいたんですけども、まあネックもやっぱり音色に対して変わってくるっていう感じですかね。はい、そんな感じであのちょっとダラダラとまとまりのないアンド私がちょっといっぱい喋りすぎてる感じがありますけど、以上、インプレッションということでお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.